まあ、あとはそうだね、えなこがマリンを好きすぎる話とかかな。えなこと話したんですけど、えなこのやつえなこのやつマリンのこと好きすぎなんだよな。やんじゃんでさ、コラボでえなこがマリンのコスプレをしていたと思うんですけど、コスプレ界のさ、誰もが知っているコスプレ界のあのえなこりんがまさかのマリン。なんでかと思ったらね、普通に船長がね個人的に推しで、だからそのコラボでホロライブコラボでコスプレするんだったらマリン船長やりたいですってえなこがね自分で選んだんですよ。スタイルの違いで、なんでさ、なんで2次元のマリンが3次元のえなこにスタイルで負けなきゃいけねえんだよ。おかしいだろ、どうなったよマジで船長のスタイル。誰か修正してください。すいません、頭がでかすぎる。うるせえな、脳みそいっぱい入ってんだよ。脳みそがでかすぎて頭がでかくなっちゃったな。君たちのように小さな頭蓋骨に収まる脳みそに生まれたかったな。船長だって本当は小さな脳みそに、ああ生まれたかった。頭が小さくなるんだったらば小さい脳みそが良かったの、君たちみたいに。それえなこの前でも言える。まずい、まずこれじゃまるでえなこの脳みそが小さいみたいになってしまった。いやそんなことない、えなこはほら違うんですよ。違う、これは何かの違う、間違い、違います、すいません、すいません、許してください、違います、今のは違います、すいませんでした、違います、マリンのスタイルが悪いだけです、すいません、頭がでかくてすいませんでした、すいませんでした、ごめんなさい、マリンの頭がでかいだけです、誰も悪くないです、脳みそも大して大きくありません、頭がバカでかいというのに脳みそは大して入ってません、おっぱいもでかいけどちょっと垂れてます、すいません、すいませんでした、許してください、何でもしますから。